フアナ・ロマーニは、イタリア生まれのフランスの画家である、主に女性の肖像画を描いた。イタリアのラツヨ州のベッレトリで、キャロライナ・カーロッシモとして生まれた。母親は、ベッレトリの貴族、テミストクレス・ロマーニの愛人となり、フアナの父親が不審な死を遂げた後、1877年に、母親と義理の父親となったテミストクレス・ロマーニとっぱりに移った。母親は、 美術学校で、モデルの仕事を始め、ファナも子供時代から美術家のモデルを務めるようになった。13歳の時、彫刻家、アレクサンドル・ファルニエールの、ディアーナ・ノ像のモデルになった。画家のヴィクター・プルーベやフェルデナンド・ワベ、ジャン・ジャック・エンネルらのモデルを務めた。アカデミー・コラロッシを設立した、イタリア人画家、彫刻家のフィリッポ・コラロッシにその才能を見出されて、画家の道に進み、 エンネルやロワベからレッスンを受け、カロリス・デューランの美術教室にも参加した。19歳になった1888年から、フアナ・ロマーニという名前で、展覧会に出展を始め、1888年から1904年の間、フランス芸術家協会の展覧会に出展した。晩年は精神を病んで、精神病院で亡くなったとされる。故郷のベルレトリには、 彼女の名前の付けられた学校がある。ありがとうございます。